いやー、刀火事の里編第7話。いや、めちゃくちゃおもろいっすね。はい、ということで今回はですね、先行見どころシーンまとめやっていきたいなと思っております。で、原作ですね、116話から、118話まで、えー、今回は進むと思っております。さあ、それではもう早速やっていきましょう <noise> はい。ということで、まず最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、ついにですね、そんな増白点が登場いたします。弱き者をいたぶる鬼畜、深い不愉快極まれり、極悪人どもめが、ということで、えー、ついにですね、増白点が、登場いたします。いやー、もう神回ですね。 スタートから増白点はやばいでしょう。で、今回のアニメ第7話の最初のシーンはですね、この増白点の登場かなと思うんですけども、声優さん、そしてキャラクターデザインが初解禁となっております。なのでめちゃくちゃ気になりますね。で、さらに増白点もですね、おそらく新しい声優さんを起用すると思うので、いや、かなり楽しみなんですよね。 はい。できる愛楽もですね、それぞれ声優さんが違ったのでえ、増白点も違うかなと思っておりますね。で、そしてですね、原作では子供のような見た目だが、あ声は反して威圧感がありえ、重いような印象だと記載されておりますえ。なので、とても声優予想が難しいんですよねえ。またですね、かなり変わったキャラクターでもあるので、ま、なかなか楽しみなんですけども、ま、ということで声優予想はですね、こちらとなっております。 Se さあ、増白点の声優予想なんですがあ、先週の予想とは少し予想を変えましてですね、えー、高山みなみさん、山寺宏一さん、そして津田健次郎さんとなっておりますね。で、高山みなみさんは名探偵コナンの声優さんです。で、山寺宏一さんはですね、えー、有名な声優さんですね。いやー来てほしいですね。で、津田健次郎さんは演技力が高く、えー、有名声優でもあり、威、え、圧、ー、感もあるので、まあ、なかなか来るんじゃないかなと思っておりますね。 ね <music> はい、ということで、まあ、今回登場した増白点の解説なんですが、増白点はですね、喜怒哀楽4体の鬼の合体形であり、えー、赤土が中心の角となり、うろぎ、辛苦、哀絶の順に、えー、吸収した鬼となっております。まあ、つまりですね、喜怒哀楽の4体の鬼がですね、一、えー、体になった鬼となっておりまして、えー、その強さっていうのが異次元でね、えー、喜怒哀楽の4倍強くなったと言っても過言ではないくらい、えー、めちゃくちゃ強い ですよね、えー、なので戦闘シーンっていうところもまあ、かなりね、えー、ちょっと盛り上がるんじゃないかなと思うんですがあちなみに戦闘シーンに関しましてはですね8話以降になるのかなと思っておりますねいやーちょっと楽しみすぎるねはいということでまぁ、あ、そんなハンティングなんですがあ追い込まれれば追い込まれるほど強くなるということでこちらですハンティングというようにはこれまで何度も窮地に追い込まれてきた そしてその度に、えー、己を守ってくれる強い感情を血起術にし、えー、具現化、そして分裂し、勝ってきた鬼ですと。えー、つまり、追い込まれれば追い込まれるほど強くなる。それがハンテングなんです。はい、えー、鬼殺隊側もですね、戦いの中で強くなりますが、ハンテングもまた同じ。今回の増白点もその窮地に立たされたからこそ、まあ、生まれた産物なんですよね、えー。そんな厄介な鬼がハンテングなんですと。 いやー、ここから先の展開っていうのも、まあ、かなり気になるんですが、いや、増白点が最終形ではなさそうなんですよね。まあ、このシーンを見てると、まあ、追い込まれれば追い込まれるほど強くなるということで、いやー、ちょっとまだまだ厄介な展開っていうのが続いていきそうな、まあ、そんなね、描写っていうのがありましたね。 はい。まあそんなハンテングの特性みたいなもんなんですが、まあだからこそ上限の鬼なんでしょうね。まあハンテングならぬ上限の鬼の特性みたいなもんですかね。はい、ということで、まあ続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、時藤無一郎の霞の呼吸1の方水天東霞となっております。 えー、そんでもってですね、この技はですね、全力を込めて、打、えー、ち抜く強力な一つと、まあ、いうことなんですけども、まあ、これでも水獄鉢は破れないということで、いや、マジですかって感じでね、えー、玉子の強さっていうのが、まあ、このシーンから読み取れますよね。 えー、本当に、魚子が、簡単に出した壺なんですけども、まあ、その壺で、まあ、かなり厄介なね、えー、展開になっておりますよということで、いやー、ちょっと絶望的すぎますね。で、肺に残っていた空気っていうのをすべて使い、えー、放った切り札の、まあ、技なんですけども、まあ、それでも水獄鉢から抜け出すことができない時と、無一郎くんということで、えー、無一郎くんもですね、このように、えー、諦めてしまうんですよね。 えー、俺はもう死ぬと、まあ、いうことで、まあ、今後どうなっていってしまうんでしょうか。いやー、ちょっと、無一郎くんが諦めたら、もう試合終了になってしまいますよ、ということでね、いや、かなりね、絶望的な展開が続くんですが、まあ、続いての見どころはこちらということで、 えー、そんな時と無一郎くん諦めるなということですね。な、え、ぜ、ー、だかわかりませんがあ、無一郎くんの諦めた心に、えー、何者かが問いかけてきますと、先のことなんてわからないのに、どうしてそう思うんだ と、えー、炭治郎がですね問いかけているように見えますがあそんな言葉炭治郎からは聞いたことなんてないんですよね、えー、ではこの言葉は一体誰からの問いかけなのかあそんな伏線回収もこの後の展開で描かれていきますので、えー、ぜひとも注目してご覧くださいというね、まあ、シーンなんですがあ無一郎くんがですね記憶を取り戻しつつあるのかというね、まあ、そんなシーンとなっております相馬、まあ 等なのか、まあ、死ぬ直前になって、まあ文一郎君そんなところで死んじゃダメだよというね、まあ、記憶からのメッセージというね、まあ、そんなシーンがありますので、まあぜひともですね注目してご覧ください。はいということで続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで鱗庫、えー、に攻撃されても手を止めない鋼塚さんとなっております。いやマジっすか。 はい。ということで、玉子がですね、いよいよみんなが守りたかった、鋼塚さんの暴ら屋に入ってきてしまうんですよね。 いやーちょっとまずいなって感じなんですがあそしてですね血鬼術を出して、えー、鋼塚さんの側近を攻撃し、えー、さらには鋼塚さんも攻撃するのですがあそんなことはお構いなし、えー、手を止めることなくただひたすらに炭治郎の刀を研ぎ続けますとすごい鉄だすごい刀だなんという技術だ素晴らしいとですね玉子が入ってきたことにもかかわらず、えー、独り言をつぶやきながら 刀を研ぎ続けるそんな描写っていうのがたまらなく最高なんですよね。え鋼塚さん、刀のためなら、もう命をも惜しまないえ、そんな描写がですね、描かれているんですよ。いやー、なんという集中力。で、そしてこの刀を絶対に研ぎ続けるぞという根性がですね、えまさに刀鍛冶の鏡え。そんな鋼塚さんの魅力満点のシーンとなっておりますので、 いやー、ぜひとも皆さんね、えー、楽しみにしといてください。で、その後ですね、無視されて起こる玉っ子っていうのも可愛くてですね、えー、早く見たいなぁと思ってるね、シーンなんかもありますね。いや、めちゃくちゃ可愛いっすね、はい。はい、ということで、続いてのシーンなんですけども、こちらということで、えー、そんなですね、時と無一郎くんなんですが、あ水獄鉢からの脱出に成功しますよということで、えー、まじっすか はい、ということで、さっきのですね、あの絶望的な展開からの脱出、えー、ということで、そうなんですよ。えー、一人では脱出できませんでしたがあ、とある人物の助けによって奇跡を起こすことに成功いたします。で、その人物とはですね、こちらなんですよ。 はい、えー、小鉄少年でございます。えって感じなんですが、あの純粋無垢な少年だからこそ、お自分の身や暗実、えー、時と無一郎くんを助けに行きます。あの時、3話で無一郎くんに助けられた命だからこそ、まあ、そんな無一郎くんをここで死なせてはならない。えー、そんな思いがですね、この行動へと繋がっていきます。えー、しかもですね、全身魚子の化け物によって、 ってえ致命傷を負わされますがあそんなことはお構いなしにえ無一郎くんに空気を送りえなんとか技を出せるように頑張りますえそんな自分よりも小さい少年が必死に助けようとするそんな姿勢にえ絶対抜け出してやるこんなところでくたばってたまるかというねえ気持ちがですね時藤くんの心に駆け巡りましたあその結果ですね技を出すことができましたと いやー、ここはですね、本当に小鉄くんの頑張り、そして無一郎くんの自分ではない他人のために、えー、必死になるまでの流れっていうのが最高にたまらなく熱いシーンとなっておりますね。 えー、持ちつ持たれつのこの刀舵と剣士の構図っていうのも、まあ、とても好きなんですよね。いや、両方必要な存在ですからね、と。ということで、無一郎くんの技なんですけども、霞の呼吸2の肩八重霞となっております、えー。技自体もですね、最高にかっこいいですよね、えー。ということで、この技なんですけども、何重もの斬撃を入れる連続技で、水中でも絶大な威力がある素晴らしい技となっております。 ね、えー、そう、一の方では破れなかった水獄鉢をもう壊せるほど強い技と、まあ、いうことで、まあ、ここの流れからの最高のアニメーションっていうのが早く見たいですよね。えー、今回 u f o テーブルもかなり気合を入れてきそうな感じがしておりますので、いや、かなり楽しみとなっておりますね。さあ、ということで続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、そんな時と無一郎くんの回想シーンとなっております。 そうこの水獄鉢からの脱出によってえ全てを思い出した無一郎実はですねそんな無一郎は双子であったんですと僕は双子だった僕の兄は悠一郎と言ったと今回のこの回想シーンではあそんな無一郎の兄である悠一郎の登場そして初登場なのでえ声優さんキャラクターデザインが初解禁となっております いやー、楽しみなんですがあ、声優さんは誰になるんでしょうかね。で、個人的な予想としましては、あイリノミウさんだったりとか、小野賢章さんなんかがねえ、あるんじゃないかなと思っておりますね。えちなみにイリノミウさんはですね、千と千色の神隠しの白。で、そして小野賢章さんはですね、ジョジョのジョルノジョバーナなんかをね、演じられている有名声優さんなんですよね。はい、ということで声優さんの方も楽しみです。 でそしてこちらのシーンではですねあ時と無一郎君が幼くして亡くしたあ父親と母親のいない悠一郎君との2人で過ごしたあそんな生活っていうのがここの回想シーンで描かれていきますえさらにですね無一郎君がなぜ記憶をなくしてしまったのかあそして悠一郎君は今どこにおり何をしているのか あそんな謎っていうのが明かされていきます。えー、とても興味深い回想シーンとなっていますので、えー、ぜひとも注目してご覧くださいと。いやー、ここはですね、マジで、いや、大好きですね。で、僕は原作読んだ時、本気で感動してしまったので、えー、今回のアニメでもね、泣いてしまうかもしれませんねと。いやー、すべては次回の玉子戦、そして無限上編に繋がっていくので、 いやー、とても楽しみですね。はい。さあ、そしていよいよ最後の見どころなんですが、あそんな無一郎くんの、お、額にあざが発現しますよ、ということでこちらとなっております。えー、ついにですね、記憶を取り戻した無一郎を失っていたものを取り返し、えー、大事なものに気づき、えー、覚醒する無一郎くんのそんな姿があ、今回のおそらく最後のシーンで描かれていくんじゃないかなと思っておりますね。 いやー、かなり楽しみなんですよ。はい。お前は自分ではない。誰かのために、無限の力を出せる。選ばれた人間なんだ。と、お他人のためならいくらでも本気を出せる。それが柱としての真の姿。それが、赤墨柱時と無一郎なんだから。ということでえ、そんな真の意味での柱っていうのが描かれていきます。 えー、こっからはですね、最高すぎるぐらいに、えー、かっこいい時と無一郎くんっていうのが描かれていきますので、いやー次回からの展開っていうのがマジでエグいです。いやーもう本当にやばいっすね。うんで、今回第7話もう本当に最高なんですが、あ、それ以上に次回8話がですね、いやもう伝説の回と、 まあ、なりそうなんですよね。はい。いやー、ちょっと確定演出入ってますね。はい。はい、ということで、まあ、今回の第7話の見どころはこんな感じなんですけども、いやー、マジでエグくないっすか。うーん、前回の100倍神展開だし、まあ、圧倒的な情報量ですよね。で、同じ原作の3話分とは思えない。いや、もう u f o テーブルさんのね、 そしてアニメーションっていうところも今回かなり気合を入れてくると思うので、いや、本当に楽しみですね。はい、ということで皆さん高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょううっ